サーヴァント、バーサーカー、アルジュナ。我が身は悪を滅ぼすためにあり、悪はすべて裁かれるものなり。肉体性能の対抗を確認。しかし、これは。変化なし。引き続きシステムの修正を続行。肉体性能の向上を確認。余剰修正。でなければ、意志なき兵器のように、行使してはならない。神、人、主、従者、すべては定められている。私は、すべての存在を、語るべき資格がない。好むものは、ない。悪、ただそれだけ。聖杯は、虚無を満たすだけ。何か、何もないのであれば、それでいい。無を内包し、虚ろに光明を見出す。マスターか。滅びはまだ先か。あなたは、何を望む。その前世に見返りはなく、その歩みに曇りもない。苦しみも悲しみも抱えて、ただひたすら前に。それは、美しい。おや、これは。マスター。どうやら私の精神は人に近づきつつあるようです。肉体性能は対抗しているはずですが、不思議と力がみなぎっています。人は神となれず、神は人を対抗者とする。その役割を果たすために生まれた私ですが、どうやら、あなたともうしばらく旅をしたい。そう願っているようです。ああ、まったく世界は未知に溢れ、悪だけでなく善にも満ちている。面白いものだ。肉体性能の向上を確認。余剰修正。出撃しましょう。我らはサーヴァント。当然、あなたに付き従う者。しかし、この矢尻は常に、あなたにも向けられている。お気をつけて。すべては定め。人は神になってはいけない。神は人に落ちてもいけない。それでも、その必要があるとするなら、そこには必ず戦いがある。カルナか。運命とは奇妙なものです。とはいえ、神の子たる私には関係がない。いや、やはり少しばかり、心の中にかきたてられるものがありますね。邪悪を一切許さぬアルジュナとはな。元より潔癖症の男だったが、その部分をさらに磨き上げた結果か。真水では魚は住めないことを知らぬ男ではなかったが。奴がこの場所で、そしてマスターの元で何を邪悪と断ずるか。それを、この槍と共に見定め続けるとしよう。あちらこそが、真のアルジュナと呼べるでしょう。どうか、マスター、彼を導いてください。人としてあがき、苦しみながらも、彼は立ち上がる英雄です。あれが、
アルジュナ。おいおいマスター、一体何をどうすればあの域に到達するのだ。もはやあれは英雄ではなく神に近いぞ。あれと戦うなど無茶もいいところだ。アルジュナ、いや違うな。何者だてめえ。異分体最後の神。いいからいつものアルジュナに戻りやがれ。あ、戻らないだ。好き嫌いを断ってこその私ですからね。好きなものはありません。悪を滅ぼすための私ですからね。ただ憎みすぎるとそれはそれで余分でしょう。聖杯に望みはありません。私はただ真理の役に立つためにここにいます。祭事のようです、マスター。マスター、何か。平穏、良いことです。悪を裁くことが虚しいとは思いません。我らはゼロにすら何かを見つけずにはいられない。世界は穏やかに壊れ、しかし悪はまだその兆しだけ。ならば今はこの善なる時間を受け取るべきでしょう。欲を戒め、争いを鎮める。もちろんそれは正しい振る舞いだ。しかしあなたの前へ進むまばゆさを知ると、少しばかりその戒めを緩めたくもなる。そしてそれが私が人間アルジュナであるというそのかすかな証なのです。